まもなくゲームスタート。なんか勝手にゲーム始まったんですけど。確認してください。夜が来ました。目を閉じてください。ルムマス8番じゃなかった？どう？3か？嵐わかんない。何番だった？なんで始めたんだろうこいつ急に。嵐に、お前だよ嵐は。わかんない。ひょっとしたらゲーム説明してて俺と入れ替わった人がいたのかもしれない。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。一番のプレイヤーは発言してください。ルール説明あったのかわかんないですけど、やっぱそうなんだ。ちょっと嫌な雰囲気だったな。天候も取らずにっていう感じで占い師使用します。ですね、黒が出ました。まず言います。黒が出ました。言っちゃおうかな。もう占い値。2番3ですね。2番3に黒が出ました。絶対今日はここ映ってください。はい。2番3がですね、もし下流の修行、占い師修行とかしてくると思うんですけど、してきた場合、絶対黒なんで、はい。絶対下流とは炙り出されないようにしてください。シンカリン3ならわかるんでね。まあ、ハンターで出たらもうバカなんで、ハンターのは、だったら太鼓はちゃんと出ていいです。はい、お願いいたします。2番のプレイヤーは発言してください。はい、残念でした。1番さん、僕カリウドです。で、さっき今あのカリウドを炙り出されんようにって言われたんですけどあの正直多分もう出んと思います。で、1番さんがなんかそれを止めてきたように感じたんで、とりあえず1番さん黒であと1人を探します。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。あんまり狂人兵やったことないんですけど。2番おかしいぞお前の発言。これ普通に荷釣りでいいんじゃないですかね。でも狩人使用してんか。でも本物の狩人がおったと、2番さんが嘘ついてたとして、本物のカリウドさんがおったとして炙り出されるのか。なるほどね、うん、もし2番さんが嘘ついてれたらそれはすげえ上手な戦法ですね。でもちょっと今のところは2釣りでいいんじゃないかなと思ってますけどね。うん、間違えてんから僕の考察ミスかな。でも僕それでいいと思うんですけどね。でもカリウドが死ぬの、本物2番さんがもし本物のカリウドやったらカリウド死ぬのは村的にはかなり、うん、なんて言うんですか、ダメージはでかいですよねって感じですけど、今のところは1番さん死において2番さんを釣ることをおすすめしますって感じです、うん、4番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。初っ端の黒出しっていうことで、僕も全然2番さん釣りでいいと思うんですけど、うん、今この考察の順番的にもまだ、まあ、僕の前には3人しかいないし、でこの後の発言とか、まあ、聞きたいなっていうのはあるけど、うん、まあ、今のところ俺はもう黒出しされてる以上、ね、もう2番さん釣りで考えてます。であとは他の皆さんの意見聞いてちょっと考えていきたいと思います。5番のプレイヤーは、はい、まずね2番の発言おかしいんですよ。あと1人黒見つけていきたい。1番強人かもしれないじゃないですか。そうなったらあなた目線2人いるんですよ黒が。なのになんであと1人見つけたいって1番が狼なんですか。じゃあ強人はどこにいるんですかっていう話です。だから2番の言っている発言はおかしい。で
まあ、このゲーム勝手に始まってるからルール説明欲しかったけど、カリウドに関してですね、2番さんカリウド使用してるんですよ。じゃあカリウドの対抗なんで出ちゃダメなんですか。僕は出たらいいと思う。出た場合ですね、1番が、てかカリウド視点1番占いで、2番、てか2番が偽だから、2番の黒が分かってるんですよ。そういうので、いや1番だよ出ちゃダメって言ったのは、まあ、1番は確かにそこはおかしい、出ていいんだよ。まあ、2番が言ってるのはおかしい、黒が2人いるのに1人って言ってるのがね、だから2番おかしい。僕は基本チャットは好きじゃない。で、言えることとして狩人が出たとして、確かに狩人噛まれるよ対抗、まあ、噛まれずにあのロラさせようって考えあるかもしれないけど、1番って2番が黒だった場合新芽高いじゃないですか。だったら出ちゃえばいいんですよ。1番護衛してもう一つ1番の占い結果が見れる。だって2番偽当ててるんだから、1番は狩人がいるんだったらね、3,4,6,7,8,9 の中にで1番がそこを占うこともなくなってて、グレーがめっちゃ狭まるんですよ。だから狩人出ないでいいっていうのは僕はよく分かんない。出たらいいと思う。だから狩人が出た時点で、あ、じゃあ2番偽じゃんってなって、2番次今日絶対なるんですよ。逆に狩人が出ないってことは、1番が黒打って本当に狩人に当てたってなって、1番が偽だったんじゃないかってなってしまうんですね。これはもう狩人視点、1番の偽は絶対してほしくないですよね。2番の黒当ててるんだから、狩人がいるならね。2番がじゃあ出ないんだったら2番狩人だから1番偽だなっていうことで、僕は出ないんだったら1番釣りたいと思います。以上。6番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。1番が、2番さんに黒出しということで、2番さんが狩人しようかな、そしてな感じですかね。で、そうだな、3も4も2釣りでいい言うてますけど、まあそうですね、僕も別に、ただその2番釣りでいいと思うんですけど、2番が仮に本当の狩人だった場合が怖いんですよね。ただ、そうですね、まあ5番さん結構、こう、結構じゃない、もう相当考察できてたんで、まあ白目の置きたい、そうですね、味方の置きたい感じですよね。もう本当に黒だったら、うん、怖いなって感じです。6番怪しいな。それが一瞬、そうですね、初心者増えたね、マジで。また太鼓やつの影響か、出てくる、そうですね。まあ、そんな感じかな。また、はい、考察していきたいと思います。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。そうですね、自分占い師じゃないんで、8番、9番で太鼓が出て、来たら、考えますけど、今のところ2番釣りでいいんじゃないかなってふうに思います。しかし、ここで狩人1番さんがですね、狩人を使用しなくていいみたいに言ってるんですよ。ちょっとこれはもう全然してもいいパターンじゃないですか。あの黒出ししてるんだったら全然、あの占いの幅も狭められますし、7番便乗してきたなって考えて、もしも8、9で対抗が出てくるんであれば、どうかな。ちょっと1番の新名落ちるとは、さあ落ちるんかな、どうだろう。でまあそうですね、3番さん4番さん2番釣り押し把握ですね。以上。34に狩人いますよって発言か。8番のプレイヤーは発言してください。ですか、声がキモい、なんだこいつ。8番なんじゃこいつ、ミュートしたんだけど俺。嵐かよ、あれこいつ前普通に喋んなかったっけ。嵐か。あ、こいつそうだ、昨日狼で寝落ちしたと見せかけてわざと落ちてたんか。9番のプレイヤーは発言してください。ブロックしよう。おはようございます。ソビアでしたね。二釣りですね。俺は CO ないです。1進化って、8番を何言ってるか分かんないから、もう意味不明。ですね、まあ俺も、まあグレーの中の考察を落としていくと、2番の
発言に5が突っ込んでたじゃん。で俺もそこずっともう突っ込もうと思ってて、2釣りでいいんじゃねえかなと思ってたんだけど、3と4はその2を釣るっていうことに関して、占い結果で黒出たから釣るみたいな感じだったから、3、4はまあありえるかなという感じ。あとね、5の発言は良かったんだけど、俺1箇所だけちょっと気になったところがあって、うん、まあ対抗が狩人、出てきたらいいじゃんっていう話、まあそこまでは A のよ、うん、で対抗出てきた時に2釣るってなったのが俺はうんって思ったんだよね。対抗がもしここで狩人出てきたら狩人を釣るんじゃなくてグレーを釣るのが一番いいんだよ。あ、占い目線のグレーを減らせるし、確かに。で、まあ、狩人は噛まれたら噛まれなかった方を釣れば人外絶対一匹釣れるじゃん。だからまあそこがちょっと少し点違うなっていうところだけど、まあそこまで黒要素ではないのかなとは感じたかな。そうだね。で6がちょっと5にするよりっていうのもあったし、正直5以外はあまりいい印象ではなかったかな。まあ6は狩人のこと警戒してたから、死んだったらどうしようっていう、うん、その辺はちょっと白っぽいのかなっていう気も。1番、確かにそうだね。のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね。はい、僕が深海を確定ということで、今日は2釣りでいいでしょう。そしてですね、一番白いのは今は9番さんですね。うん、この最後の位置で、占いしようもなかったし、発言も伸びていたので、9番さん白です。で、5番さんのね、発言、9を試した甲斐がありましたね。狩人出てくださいみたいな、対抗出てくださいで、対抗出ても、多分村目線、その対抗と2番さんで審議決められないと思うんだよ。俺からは分かってるけど、うん、対抗出たら2釣りって、まあ、9番さんも言ってたけど、分かんないんだよね、審議、村目線。だから5番さん、そこの発言怪しかった。でもその5番さんの余計になんか狩人を出させてくるアピール、どうだったら死んじゃうのかなって思っちゃうね。で5から後半がなんか怪しい発言、3、4はちゃんと2釣りって言ったんだけど、5から1個がでも3番は普通に2釣りでいいんじゃないっていう発言は人狼には見えなかった。はい、2番のプレイヤーは発言してください。ハンター出るよ。僕から言わせてもらうと、なんか1級普通にラインできてるのかなと思ってます。で、とりあえず狩人対抗電化あったんで、僕死んで見てもらっていいですか。で、多分占い師とか潜伏しとるんですよね。で、なんて言えばいいんだろう、出てきてもらえばと思います。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。はい、2番さんが1級ラインって言ったんですけど、なんて言ったらいいんですか、1級ラインって言ったことは1級、9番さんは裏人なんかなって僕は思ってます。てか5級がめちゃくちゃすごくて、あの5級が人狼混ざってたら結構、なんて言ったらいいんですか、もううますぎてあわわわって感じですね。で2番さんは絶対もう黒なので、2番さんは今日釣りたいと思います。で僕思ったのが6番さんが狂人なんかなってちょっと思ってるんですよね。なんか6番さんなんかそれ臭い感じがしたんですけど、なんかどうしようどうしようみたいなのが僕的には見えたんですけどね。で8番っていうか、気持ち的には8番すごい釣りたいんですけど、なんかよう分かんなかった。でも8番さん多分おねんねしてますよねって感じですね。で473何言ってたっけ、号泣が強すぎる印象しかないですね。4番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね、まあ号泣がまあ考察伸びてたっていう印象は同じです。678に関してはまあ同じこと言ったかなと。でやっぱもう2番さんが1級ラインってもうそれないよね。だって占い師1人しかいないから、もう死んで見るしかないんだから、まあ、あなたがもう黒で対抗をずっと見てたけど、もう5番さんがもう怪しくてしょうがない。もうやっぱりその狩人を出てこいと。そうすればもう2人釣れるからね、村も1人釣れるからね。もうそれをこう押してたのが結構もうやっぱり2番さんに黒出しされてちょっと焦っちゃったのかなって思いました。でごめん、あのハークモルだったら悪いんだけど、5番さん最後に1番釣りたいって言ったのかな。これハークモルだったら本当悪いんだけど、それはもうかなり引っかかった。うん、だからもう今はもう俺の中では2号ライン見てる。でまあグレランで行くとして、今日は2番だけどグレランで行くとしたら8番。5番
のプレイヤーは、はい、まず8番の占い師は追いません。1番は新占いです。ごめんなさい、占いが1人だったパターンは狩人出る必要ない。僕はハンターです。ハンター C をします。で、9番の言ってることはね、確かにそうだね。狩人2人出たら他のグレーを詰めていくが、それが確かに一番丸い。 でも9番はそれは進行論なんで、決して白で見る必要はない。僕はハンターです。で、8番を占うな。1番に言って、1番は新占い、8番は明日つるんで8番を占う必要はない。僕はハンターです。他の怪しいと思うところを占ってください。個人的には9番は、これ白でも黒でもあるから白いけど。2番、夜にスキップしました。夜が来ました。目を閉じてください。よし、自爆が遅かったな。偉そうにしてるんじゃないよ、偉いんだよ。これ一生のうちにあと15回ぐらい言おうや。偉そうにしてんなんじゃない、偉いんだよ。これは俺が生きてる間にあと14回15回ぐらい言うから。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。俺が一生残るやつな。7番のプレイヤーは発言してください。7強人一やったでな。8番追加しますね。8番ルームリーダーだろう。うん、ちょっとね、ほんと、そういうのやめてほしいね。この野郎、この野郎、この野郎、この野郎。何が嵐に下げられただろう。お前そういうことしてんじゃないか。ああ。で、まあ今日は5番ハンター仕様してるんだけど、自分ハンターです。7。うん。で、まあこれメタ発言になるかもしれないんだ。なるほどね。喋ってる時にもう片方の人狼が自殺したら、なんていうんですかね、声が、あ、違う、ちょっと頭回ってねえな。7番占っちゃったか。うん、4番狩りはある。もう5番釣りで終わりですね。うん、何が言いたかったか忘れた。あ、まあ俺ハンターだから。で、まあ5番自分がハンターって言うんだったら、釣られた後自分撃てば。以上。8番のプレイヤーは発言してください。にゃ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 。7番占いは痛かったな。そこじゃなかったな、占うなら。4番がどこでグッジョブ出してるかやんな。まあ1番だとは思うけど。あ、やべ、これ57対抗出てんだけど、これね、強人が出てたらマジでやばいな。俺ね、このハンターで強人で出て新ハンター釣らせて自分を出せるっていうムーブね、強人でめっちゃ強いの、縄減るから。だから、いや減らねえ、ハンターはとりあえず手つけない。狼だったら最終日まで残るから。57は最終日まで俺は置いときたい。下手に強人を撃ったりすると、まあそうだね、マジでやばい、縄減って。めっちゃ強いから。とりあえず今日は8釣りたい。で、1目線、まあ7白出てくから、なんだ。まあ、あって強人。っていうことだけは意識しておけんじゃねえかなっていう感じだね。うん、あとはそうだね、3、4、6。こ
ここは特にラインが切れてないからね。あーっていうか2が黒だからラインはねえのか。そうなると2とのラインになるのか。4がちょっとまあ昨日の発言便乗気味だったなっていうのはあるのと、2があのタイミングで自爆したのを考えれば狼に発言させたくなかったのかっていう感じで考えると6、8にそうな。3はちょっと村っぽかったなと思った。あのまあ 5級が黒だったら怖いなっていう、なんかその発言がさ、なんか素に聞こえた雰囲気だけどね。3はちょっと白目あんのかなっていう感じはした。1番のプレイヤーは発言してください。カリウドグーチョブ出てるんですよね。だから縄的にはまあいけるんですよ。で9番さん8番さん釣らないでほしい。俺7番さんに白出しして7番さんはハンター使用した。ここ強人ならハンター使用しなくても今日釣り維持じゃないんだよね7番さんは。んだから俺は7を死んでおきたい。だから今日は5を釣ります俺は。ん強人だよね5は。うん強人か人狼、人狼であってほしいけど強人でしょ。ここは今日は5いきます。まあ6、8なんだけど9番さんのさっきの発言で俺は黒く見えてしまった。ちょっと、うん、まあ多分あれなんだろうけどね、7番さんに白出したことが把握漏れしてたかなっていう感じで、8、6どっちかでしょうって考えたら俺は6の方が怪しいかな。もう8はぶっ飛んでる、うん、まあ、6、8どっちかでしょう。で今日は5入れます。それは、はい、7を2白出しして出るメリットがないです。強人だったら。3番のプレイヤーは発言してください。俺9番さんめちゃくちゃ信じてるんすけど、9番さんも村って俺信じちゃって大丈夫なんかな。いやでも9番さんはほんまにすごいと、もう確かにそうやって。確かに5、あれ待てよ、でも1番さんは本物の占い師やから。7があれ何でした、7がハンターって言ったんやったっけ。7がハンターが5は絶対人狼か狂人かって感じなんか。そうか、ってことは5つってもいいんかな。5でいいんじゃねって思ってしまう自分と、9番が8安定、なんで9番は8安定って言ったんだっけ、思い出せない自分がおる。でも俺51番さんは絶対に真の占い師が5釣りでいいんじゃねっていう自分がおる。4番なんでのプレイヤーは発言してください、はい、皆さんあの僕狩り使用してますからね、うん、キューバさん全然触れなかったですね。もう5番釣りでいいっすよ。で次もう8番を釣るのは置いておくと思いますよ。もう9番釣って5級ローラーで終わると思います。あの5番釣って終わらなかったらね。うんだからまあそうね、まあ、結構簡単だったかなって感じだけど、うん、7番さんは釣る必要ない1番さんが死んだから。うん、本当の判断でしょ。でもう俺の中で思考ロックしちゃってるけど、9番の言ってることはごもっともなんだけど、他にハンター CEO はいないから7番さんしろっていうことにしかならない。だからもう9番はその575で5を釣らせたくないから8番に持ってったっていうだけ。だから5番釣って終わらなかったら次9番以上です。5番のプレイヤーは、はい、皆さんまずですね、私を何だと思っているんですか。私が狼はまずありえないということを考えてもらいたい。7番狂人なんだよ言っちゃうと。でお前ら一回考え改めろ。2番の黒が見つかっている。だったら俺が、ハンター C をその段階でしていたら、ハンターがシンがいるんだとしたらいるわけねえんだけど、まあ、狂人が出ている。俺が狼だったら出るわけがないのな。だから5と7の内訳ってのは狂人とハンターしかないんだよ。で9番の言ってることはおかしいんだ実は。今日僕を釣っても、7番人外を発砲して、奇数進行元に戻るんだ。昨日グッジョブが起こってるから。だから4番のグッジョブはすごくありがたい。で4番は狩人でもう釣る必要がないのね。だから、言ってしまえば3689の中に1狼がいるっていうこと。だから今日別に俺釣りは飲めるんだけど、その場合7番に発砲します。そうなった場合明日68934が残っている。その中で4番が白で4番が決めた、釣り先で行くんだけど、9番を白で見るのは結構危険だ。僕としてはあと3縄あるんで、そうだね、俺を釣っても7を釣っても縄数変わんないんだよ。ぶっちゃけ8番は無駄りがないから僕は8番はどうしても釣りたい。で8を釣って、9か6、6も黒いんだけどね。まあ 3,
3は確かに黒っぽくないっていうのは分かります。僕を釣ったとしても縄数はまず変わんない。そこは9番のミスです。そうだね、だから3を白置きしちゃえば、そうなんで、占いね、狂人を占った時だけなよ、巻き筋としては。7番発砲するけど9を白で見るのはやめてくれ。とりあえず明日は絶対8番を釣ってくれ。俺が発砲したら、俺投票になった場合、明日は絶対8番釣って、で9と6この2つで考えてほしい。ごめんなさい、僕、5釣って8番3縄だから、そうですね、8番はとりあえず釣ってもらいます。9番も怪しんでくれ。6と9は怪しい。6番のプレイヤーは発言してください。はい、1真ですよね。1占い確定ですよね。で隠し白で2狼で5で7白でハンター仕様でしょ。合格じゃないですか。ああ違うか、そうか、でも人外なのは確定なんですよね。で確定でなんですかね。で結局今、最終的に5番下げたの6、9って感じなんですけど、で6が黒目に見ていて、9番さんは白ってあんまり置くなとですね。で9番さん5、7置いて先にグレーついて8、3みたいなんですけど、先に、ああまあそうか、強い、うん、あそうか、7明日釣れるんか。自分3、あいや3そうか、6強人、なんで俺6強人って置いてある、なんとなくですかね。そこ自分3番さん自分の狂人と置いたのさ、なんとなくですよね。あーまあ発言があれやけんか、まあまあいいや。そうだな、自分別に後半まず人外確定、あと一郎でしょ、2番が狼で自爆したから、だから自分目線では、どうなんだろう、もう8、9なんですよね、はい、8、9しかいない。で次8釣りでしょ。そうなんですよね。じゃあもう、今日5釣りでいいんじゃないんでしょうか。あ、誘導じゃないです。自分は5でいきます。以上です。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。5番のプレイヤーが選ばれました。ハンターは発砲。8番のプレイヤーが5番ハンターに道連れにされました。はい、まず私がハンターです。8番はとりあえず鬱陶しいので、絶対釣り縄使ってもらうので今日打ちました。で明日まあ7番釣るか、7番は人外です確定で、別にこれ7打たなくてもいいんだ。8番が狼のパターンもあるから8を打って明日7を釣れば絶対 PP はまず起こらない。だから7番を釣るか、もう9、6で勝負かけるか。俺3はね白で置きたいんだよね。6番も相当黒いと思うけど、明日7番つっても結局一緒なんで、ここの発砲って別にどこを打ってもいいんだ正直。まあ7番はとりあえず強靭です皆さん、それは分かってもらいたい。9をな、色落ちてないと思うけどな、俺は6、9ここに縄使ってほしいけど、とりあえず明日、まあどっちにしろ7番釣るんで、7番釣りかな。7番釣ってから4番が噛まれて6、9、3の盤面で勝負して6と9で殴り合いしてもらいたいかな。俺3白で置きたいと思う。で9番言いくるめられそうだけど結構柔軟に考えてほしい。7番行くんだったらね明日。夜が来ました、目を閉じてください。859か、8番は沼か。朝が来ました。な、7が狂人に見えないってお前らやばいよ本当に。昨夜死んだのは1番。
3番のプレイヤーは発言してください。え、これって7番さんつっちゃっていいんですか？7番さん6、9のどっちかじゃないんですかね。でも俺9番さんな、9番さん村やと思うねんけどな。これ6番さんが狂人やと思ってたんですけど、なんか感じ的になんか占い出るんか、なんか占い出ようかな、出へんとこかなみたいな感じがしたんですけどね。でも9番さんは村っぽいねんけどな。でも裏の裏を書いてみたいな感じなんかな。でも5番さんがハンターやったってことは、7番さんは絶対人狼か狂人しかねえんだよ、狂人かってことですもんね。あ、それやったら6番さんが狂人っていうパターンもあるんか。ないわ。うん、俺ちょっと9番さんが1番7占ってんだから、思ってしまいますね、どうしても。1番が7占いじゃなければな。のプレイヤーは発言してください。はい、もう今日は7釣りしか飲めません。ピピンのちゃんね。もうね、3番さんずっと村っぽく見えてたんだけど、ここに来て黒っぽくなりましたね。6番さんもやっぱり黒っぽい、俺目線ね。9番さんもやっぱり8番押したところが俺の中で腑に落ちなくて、まあ本当に、あ、5番さんごめんね、本当に。多分ね、うん、あなたの話し方でね、いいやっぱ俺は印象をつけちゃったよ。あ、俺の喋り方、印象悪いんだ。うん。で、1番がね、7に白出してたから、もうそれが理由だったかな。ちょっとね、あの、6番さん、9番さんの意見聞いて、次の日は考える。3、6、9の意見聞いてね。うん、とりあえず今日はもう。おめえは明日死ぬんだよ。6番のプレイヤーは発言してください。そうですね、とりあえず僕も今日7ゼリーは別に間違いはないんですけど、そこからですよね。まあ6、9で分かる。うん、確かに迷うのは分かる。僕、自分自身も結構確かに黒っぽい発言してるかなって、まちまちあった。まだポンコツですからね、自分結構。結構慎重してんだけど、まあ、6番かな、9番に負けのしょうがない。ある発言自分できてなかったのかなと思う。うん、すごい本当に村に申し訳なくて悪い。あとね、9番さんが結構ね、上手なんだよね。やっぱ、なんだろう、不甲斐ないな。で、3番さん、ずっと9に寄り添ってんだよね。まあでも僕が5番さんにずっと寄り添ってるのも一緒なんだけど、っていうのを見ると僕は3、9、まあ7確定なんだけど、その後の日、まあとりあえずじゃあまたいろいろ考えます。7番のプレイヤーは発言してください。ちょっと何言ってるかわからないですね。あの、自分、あの、狩人仕様してるんですよ。うん、で、そこで4番対抗でしょ。うん、だからちょっと理解できないかな。うん。で、まあ、おい、ルームマスター、お前、ふざけんな、お前。7占ってなければ。何がお前、プロフィールお前、見てみたらお前、嵐に下げられましただ。ふざけんな、そんな性格だからだ。下げられて当たり前だもん。全然嵐でもなんでもねえ。ボケクソカスとか言うつもりはないよ。そこまで言ったらあの悪口で通称してるとかなるからね。うん。あの、ルール説明全国ぐらいしてほしかった。うん。俺が人狼になってたら一番にお前噛んでたよ。うん。それぐらい。俺、狩人仕様してるから。うん。俺釣りは絶対ありえない。以上。9番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ、まず昨日の時点での把握漏れ申し訳なかったですね。縄数と4の彼氏を全然把握漏れてたね。これで終わりかな。7が対抗でハンター使用したってことでちょっとテンパっちゃった。まあ、ちょっと4番さんに説明をしておこうかな。まあ、昨日の8釣りっていうのは、まあ、5、7強靭出てる可能性もあって、狼だったら最終秒まで残るからグレーを詰めたかったっていう観点で、一番色が入れない、見えない8番を釣りたかったっていう意味で8釣り行きたかったっていうことでした。まあ、で現状ですね、正直俺は3が黒かなって思ってきた。6もあると思うけど、なんか3が6強ってやっぱ発言がどうしてもね、うん、気になっちゃうっていうのと、まあ、こんだけ俺漏れてて俺のこと叩いてこないんだなっていうのは、なんか俺の色が見えてる感じがするっていう意味で、ちょっと三角黒目が俺の色が見えてる。6の色も見えてんだよ。てか一狼しかいねえから、そうだな。
投票見ても分かんないんだよね、結局。同じだからね、みんな投票見ても。まあ、昨日の時点で6が5人外確定って言ってたのも、確定じゃないって言ってたね。もう黒要素になってくるので、3、6は正直どっちもある位置なんだよね。まあね、9もね。ただ6の方が、ヘイト買うのは怖がってない気はする。3はなんかすごい俺にすり寄ってきてる感じするしね。投票を始めてください。ここで3行こうって思うのは白いような気もするけど、6番じゃね。7番のプレイヤーが選ばれました。もうお腹の音すごい。7番のプレイヤーは発言してください。今日4番が噛まれます、うん、でその後そうだ、ね、9、3、6全員これ黒ありえます。まあそうだね、頑張ってほしいところではありますけど、もう全員左隣に入れればいいんじゃないですか。必勝パターンやねえか。終わり。全員が全員左隣の人に票を入れたら終わり。狼だけ裏切るやつ、以上。夜が来ました。目を閉じてください。まあ7番は調子ごとしてるね。ブロックはしたけど、693、俺多分なんか3白で見てる感あるんだよな。7と9がやばいよ、ぶっちゃけ。昨夜死んだのは4番。6番のプレイヤーは発言してください。ああそうだね、4、まあ、4か自分がやられそうだなとは思ってたんだけど、4かそうか、4を置いてくるか。お前のやられる要素どこだよ。93、3はずっと9に寄り添ってたからね、多分ないと思うんだよね。だからそう考えると4、違う4じゃねえ、だけど9なんだよね。でもね、ちょっとわかんねえな、マジで。 4? どこなんで4なんだろうな。4神に決まってんだろう。か、7よね。いきますね。こうそうだな、4番さん結構全部安定できてるんだよね。だけどそういう、ちょっとこれは6番黒いな。最後まで結局貫くかな、貫いた方がいいかな。ここで変に変えない方がいいか。僕は多分じゃないね、9番釣りでいきます。もうこれで合ってなかったら申し訳ない、本当に村のみんなにはマジで申し訳ないです。以上です。9番は絶対釣れない位置なんだよな。のプレイヤーは発言してください。今の発言で俺は3行くことを決めたよ。6番、6番これね、今日4番噛まれるのは当たり前なんだよ。4番狩人だから、だから噛まれた。誰疑ってるとかないんだよ、これ。6番はその点を分かっていないから、多分4を噛んだのは6じゃないと踏んで3に入れることを決めたわけ。ああ、いい人狼スタイルだな。俺は6真っ黒に見えるけどね。勝負しようぜ。3番なんかあるかな。いやでも3来てんだ、9。そっか、そうだね。
いや、ここ勝負かけんのは白っぽい気もするな。57生きてた日のことを思い出してほしいな、うん、もし、6番はね、新津に反対してたんだよ。結局57が新教だったわけでしょ。つまり狼目線5と7が新教っていうのは色的にもう見えてるわけじゃん。ん？だからそこで縄を使わせたかった、発砲させたかったっていう意味でやっぱり、ハンター釣りを押してると思うんだよね、狼側は。俺は残したいって言ったでしょ。なるほど、3が5釣りたいみたいな。で、まあ、もしハンターどっちか2人が、まあ、噛まれたとしようよ。そしたら審議はつくじゃん。だから一生あのシーンはグレー詰めていきたかったんだよ俺。まあ確かに。だから57は残したかった。ハンターが噛まれることで真偽がはっきりつく可能性もあるからね。俺は今日は3番に行こうと思ってます。3番のプレイヤーは発言してください。俺でも9番さんが村やと思ってしまってたからな。でも俺は人外やと思ったのにな。めっちゃ必死に俺に向けてきてるから。でもこれで6番さんがやっぱり黒やったっていうパターンも俺的に捨てきられへん。でもなんか9番さんがめっちゃ必死に俺に向けてきたから、でも俺それでも9番さんは俺村っぽいかなと思ってしまうねんな。9は白だなこれも。でもな、6番さんがどうしても黒に見えてしまうっちゃ見えてしまうねんけどな。でも9番さんがなんかすっごいもう必死に、なんか、微妙。投票を始めてください。微妙って。6番が放棄した。3番のプレイヤーは発言してください。じゃあ3か9だ。これ6番さん黒やったんですか。でも6番さん入れてないってことは6番さんは黒じゃないんかな。待てよ、放棄したってことは狼は放棄絶対しない。ここはこれ村目線やから。9番さんが黒やったんですか。お前9に投票してんじゃねえか。3に入れてくれ6。いやわかんねえ、てか接続切れたし。9番ちょっとお前、これ恐ろしいっていうか、9番ずっと9番さん村やと思ってたんですけど、最後9番さんすっごいなんか必死に俺に向けてきたから、9番さんが黒なんかなってちょっと思ったんですけど、それでもちょっと6番さん黒なんかなとか思ったりもしたんですけど、でも9番黒なんかってことは、ちょ9番何帰ってきて。よしよしよし、9番のプレイヤーは発言してください。やった、危ねえ。やべえ、3の後半の発言聞けなかったから、なんか漏れたところとかあったらな。指摘できたんだけど、クソって感じ。投票も消えちゃったのか。まあ6番投票放棄してるってことは、まあ3で合ってたんだなとは俺は思っている。うん。あとはなんだろうな。3の黒要素、もしくは自分が村人ですよっていうことをアピールしなきゃいけないんだよな。まあ、俺は6に対して今日3入れるよっていう宣言したじゃん。でも3は6、9どっちかなって言って、まあ最終的にやっぱり俺に入れているっていうことは、やっぱり3は6に入れる気はなかったってことじゃないの。違う、6が9に入れるって言ったからそこで決めようとしたんだよ。もうこの状況だと、まあ6、9で迷いつつ、まあ6を外して9に入れてきたっていう点だよね。
あとはどこかな。まあ初日に黒出て、まあ理由なく2釣りって言った1周目に3番。それから5に最初に誘導したのも3番なんだよね。まあその辺をどう見てもらえるかっていう感じかな。まあ1番が誘導したけどな。以上です。うん、投票を始めてください。頼む、3人入れてくれ。どうしよう、6番狼だったら。もう3で決めてくれ、9のが白いわ。3番のプレイヤーが選ばれました。いい、ゲーム終了、村人の勝ちです。あーし、退出させられたけどな、俺は。諦めねえもんだ。いやー、三村沖発言やばかったな、そう考えると。なんで三を白で見たんだろう、俺。なんかそんな空気になったんだよ、あいつがきっとな。